こんばんは。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 そう、事務票こんばんは、お疲れ様。話し会ありがとうございました。朝からね、もうツーショットとかお話し会して楽しかったよ。広島行きで若くです。待ってます。会えて嬉しかったね。会えて嬉しかった。ありがとう。今日はお洋服がめっちゃリボンついてる一日でした。リボン、ここにもリボンがあって。リボンリボンリボンでした。買いすぎて手に虫かけたけど、今日もなんとか出て。ありがとう。可愛くて大好きで苦しかった。ありがとう。こちらこそありがとうだよ。リモカイやった。触覚も可愛かった。よかった。今日触覚褒められた今日。なりなれ覗いたけど、明るくする。来なさいよ。来てよ。次が。最近タバカンまつげもね、褒めてます。仕事で行けなくて、あら仕事、また会える時会おうね。明日来てくれる？よかった。行けなかったけど可愛かった。ありがとう。写真またあげるね。可愛かった。怒ったかな。なんで怒らせてたな。明日の大人子、明日でもね、大人になるか正直分からんくって、なんかももは何しても大人じゃないかもしれないけど許してね。大人じゃなくても許してね。そう、こんばんは。大人じゃないの？わかんない。大人かわかんない。明日大人もさんの予定だけど、なんか大人にならん気がしてるから、ちょっと私がたくさん大人だっていうの。やった。みんなみんなが大人って言ってくる。40歳くらいまで大人なれば大人って言ってくる。さすがにさ、30歳でも絶対大人だよ。 20超えたら絶対みんな大人扱いだよ多分。もう大人だけど。そう、なんか今日はメンバーもファンの人もいろいろ褒めてくれて、なんかヘアアレンジもファンの人もメンバーも上手だねって言ってくれたり、触覚いいねってファンの人が言ってくれたり、まつげも褒めてくれたり。あ、そう、今日チークも褒めてもらったんだよね、メンバーのみんなに。嬉しい。今日いっぱい褒めてもらったよ。最近チークも変えたから嬉しい。20まだまだ子供？嘘。立派な大人だと思ってた、20歳は。明日も触覚ある。どうだろう、下ろしてたらないかもしれんけど。褒められでいい。そう、褒められでいい。今日はそう、お昼はのり弁でした。のり弁っていうかわかんないけど、なんか魚とのりが、ね、アイシャドウとチークのカラカラ。やったー。最近は青みピンク、あ、これアイシャドウが持ってるよ今。
こんな色です。前ね一瞬だけ配信で見せたんだけど、最近は青みピンクのメイクしてて、チークもそれに合わせてるの。アイスも美味しかった。あれめっちゃ美味しかったんだけど、パカッ。まだね使い始めだからめっちゃ綺麗。のり弁美味しいよね。でもちょっと大人買いだな。ゆっくりでいいや久しぶりに顔見えて幸せです。ありがとう、私も嬉しかったよ。お高い。そうだよ、ハーゲンダッツ久しぶりに食べました。ハーゲンダッツなんかね半分半分でちょっとビターなチョコと甘めのチョコなんかな。美味しかった、すごい。今日早め、なんでかっていうと明日起きれなくなったら怖いから、今日は早く寝るために配信が早いんですよ。本当に明日が一番怖くって、もう明日が一番目が開いてない可能性があるから、もう絶対に今日早く寝て明日もうみんなとパッチギおめめで話せるようにしたくって、本当にねなんかそう、絶対明日パチクリ頑張るので目を開けて楽しむので、今日は早めに、今日はそんなパチ、うん。でもねやっぱお話会場に行くまでは眠たいけど、お話会場に着いてみんなと話したら目が開く。理由が子供やけなんかさ、私本当になんか公演の次の日とか本当に起きられん子なのね。そうだからなんでだろうね、みんなめっちゃ起きてるのに私結構弱くって朝に本当に、だから明日がちょっと怖いなって思ってて朝。4時間目は絶対目開いてるよ目開いてみかもね。体調はもう万全な形でみんなと話した方が私も楽しいし、みんなをもっと楽しませれると思うし、そうだから、そう早く寝るよ1時間目撮ってるから楽しみましょう。え、いやでも今日はね大丈夫だったと思うんだけどな。明日とは、明日は分かんないけど頑張る。そう、はあ、あくび隠した。帰って配信するまでがお話し会。え、今がじゃあ今もうお話し会ってことか。明日、私も明日早起き頑張ろう。頑張ろう、おう、こんばんは。こんばんは。あくびがつった。もう夜だもんね。明日お話し会来てくれるの？ありがとう、嬉しい。待ってるよ。明日行くよ、本当に。やった。2日連続あるの結構今回珍しいから。楽しみにしております。3時間目から参加します。待ってます。なんか明日ツーショット何時間目だろう確認してない人個人的にはリアルが明日、リアルが明日が最後だから作ろうね。ありがとう。なんかもうそうたくさんね思い伝えてくれて嬉しいなって思うし、でも寂しいっていう気持ちもあってあ、5時間目ありがとう。5時間目ってことは最後？明日
今日はめっちゃ1時間目で、明日はまさかの最後っていう。わあ、いつもね、どっちかな、なんか最後が多い、いつも。ツーショット。休婚されて、休婚されてないよ。休婚されてないです。大阪まで着いちゃったらしたね。今から結婚してもいいですか。ダメ。片手だから片手バージョンしかできなかった。お母さん先生、そうだよ、これママ譲りだよ。ママが丸こっちしようってやるから、いつも私もそれやるの。明日最初のポーズ決める時間なんかね、少なかったよね。こだわられた感じ、泣かないで。結婚願望がないってわけじゃないんですけど、なんか別に今は何も考えたことがなさすぎて。そうですね、そういう感じです。早いうちに考えた方がいいです。やばい、早いうちに考えた方がいいんですかね。考えたことがないからもう実感がないですね、本当に。って言いながら、そう、永遠に独身かもしれない私。20代半ばで独身彼女のしないだ。泣くな、泣かないで。じゃあ明日彼女ができるおまじないかけとくね。明日彼女ができますように。19歳、そうだね、なんかね、多分ね、周りにもちろん、まあ、周りにいないから、結婚してる人はまだいないから、何も考えたこともないし、そう、全然今は何も思ってないんですけど、おうちに今日もかけた、ありがとう、嬉しい。あ、スクショしたらよかった、こうやってできるね。絶対に幸せになったじゃん。ありがとう、そう言ってくれて。幸せに行きますわよ。こんばんは、こんばんは。周り増えると気になる感じが、じゃないかな。まだなったことがないかわかんないけど、多分、まあ、もうあのね、もこちゃんとかがいつか結婚したら、あ、もういないわって言ってると思うよ。焦り始め、わかんない。でもなんかどう、わかんない、本当にね、考えたことがないけん、自分が焦るかどうかもわからんけど、そう、1週間前に好きな人が別の人と帰っても、つらい。つらい、忘れるんだ、もうその言葉。
ねむこちゃん、ねむこちゃんが基準なの。やっぱ同い年の子たちだよね。派手なのがいじめなのね。そんななんか大きいさ、なんかさ、大きいのを開催したいと思ってないですね。家族とかお友達だけで、周りの。そう、おもこごみさん来てくれるんですか？全然もう決まってもない、何も決まっていないさ、もう考えたこともないのにこんなこと言って、絶対結婚しようなんてあちこちのやつに言ってる。何？あちこちのやつに言ってんの？え？瀬戸内の妹聞くたびもちゃもやして嬉しい、これからも思い出して。どうなるか分からないな、こんなわがままな人誰も。こんなわがままな人はちょっとね、誰も受け入れてくれないかもしれないわ。ももこ組全員の招待状作ってた。気が早いですね。お話し会楽しかったです。これから、お、気をつけて帰ってね。うちの娘は二人とも結婚してるけど、結婚式してない。あ、そうなんだ。でも今はね、あるよね、そういう、最近多いよね。うん。わがままより可愛がっちゃう。ほんと？わからんよ。めっちゃわがままかもしれん。知れんよ。めっちゃわがままかもしれん。とりあえず卒業週間後結婚後、絶対ないので安心してください。ほんとに。もう何があってもないです。その。ないです。もう私はずっとこの4年間4年半もうずっとアイドルのことしか本当に考えてないから、本当にね、それだけはね言っとく。それだけは言っとこう。本当にそんなね、あのアイドルの活動以外のことで本当に考えたことがないので。ちゃんとそう全力だったからアイドルに。そうだから他のことを考える時間もなかったし、なんか自分の個人のなんかこと、なんだろう、そうだね、本当にそうかも。全力アイドルでした、本当に。いつが一番楽しかった？でもいつが楽しいとか、いつが楽しくなかったとかなくって、まあ、悩まなかったことがないって言われたら嘘になるんですけど、ずっと楽しかったかな。なんかないな、楽しくなかったっていう期間が。別に私は悩みはあったけど、そう心折れちゃうこととかもあったけど、楽しいっていう気持ちはね変わらなかったです。こんばんは、こんばんは。配信とかもやる？うん、もちろん。お勉強もしなかったし、アイドルに一生懸命だったからお勉強しなかったな。とか言いながら、ごめん、それはちょっとね、ごめんなさい、サボってました。お勉強の方は本当に申し訳ございません。
アイドルに集中しすぎてお勉強のことも忘れちゃってました。のちゃんのその言葉が聞けてる。楽しいよ、だって本当に。新しいショット見た時とか特に、そう、なんか新しい公演とかそういうなんか新しい曲を披露するとか、みんなになんか喜んでもらえるだろうなって思う時はすごいワクワクしてた。なんかそう喜んでもらえるかなみたいな感じで、そう、卒業メンバーとかともよく、安否とか LINE してるよ。こんばんは、こんばんは。MV の朝が早かった、寒かった。それはね、その時寒かったら、その寒いことはちょっと大変だけど、でも撮影自体は楽しいから、そう、おたかつに一生懸命で仕事しなかったのと一緒です。一緒？一緒かな。一緒なのかな。いやでも推し活に集中することはもうとてもいいことです。このままずっと2月だったよね。ね、いろんなコスプレ、そう、アイドルだからできたこといっぱいあるからね、本当に。集中しすぎて仕事遅刻する。大丈夫、怒られない程度に。仕事のアンケートとかも目いっぱい書く。ああ、そう、結構書いてたかも。なんか趣味とか鬼書いてた。なんかこれ。推し活も仕事も全然、そうだね、両方全力大事、両立は難しい、そうだよね、私も両立は難しい。回せ待ち、わかんない、もう来てるかな、どうだろう。ネイル始まる、ネイルはわかんないです。ネイルもしたことがないので、なんかそのマネキュアぐらいしか、なんか私って中学校3年生で入ったから、ピアスとかそういうネイルとか髪を染めるとかも何もやったことがなくて、だから何が自分がしたいのかもまだ分かってないみたいな。そうなんで、普通にしないのが当たり前の日々っていうか、まあ、そのルール的にダメだったから、そう、まだ分からないのよ、何がしたいのか。うん、ネイルには本当、でもね、ちっちゃい予定、なんかめっちゃ丁寧、子供っぽいです。ボブにしちゃう、でもなんかいつかボブにしたいよなと思ってる。黒目、そうなんですよ、手にほくろがある。少し染めたり、その少しね、髪を染めたりとかするかもしれんけど、チャレンジしたいとか、そうね、高速厳しい私立の高校にいた子みたいな。そうだね。そうだね。うんちゃんが金髪いつたないちゃう。みんな嫌なのね、私の
わかんない、その時何を自分がしたいって思うのかわからないけど、何かしたいって思った時は自分の好きなようにしようかな。まあでも言うて変わらん気がするんだよね。わかんないけど、今こんなこと言ってもわかんないけど後で変わっちゃうかもしれないか、わかんないかあれだけど、今んとこ別になんかめっちゃこれがしたいみたいなことはないです。いつかボボモちゃんね、ボボモちゃん、だそう、でも成人式終わるまでは絶対切ってない、切らない、そうポストしてくれイムちゃん、中身はでも性格は絶対変わってないと思う。もう本当にもっと、いや、もっと大人にならなきゃなって精神面で思うことは多いけど、基本的な性格は絶対変わってないと思うこんな感じだと思うよ。あんぴちゃんね、確かあんまり変わってない、でも可愛い、可愛いが増してまして、いつ見ても可愛いんですけど、あんぴちゃんあ、もうちょっとついたかもしれない。いい意味の頑固さ変わんないと思う。うどん好きも変わらないよ。見た目が変わっても根っこはももちゃんだから僕らの思いは変わらない。ありがとう。絶対ももだよ、このままだよ。そう、アンピ、いや他のメンバーも撮ってるけど最近よく話したのはアンピかな。ミオリンとかも、卒業発表した時とか連絡くれて話したりして、そうですね、おもこ組は連絡とか、おもこ組元気って、違う空を眺めていたって忘れた、忘れない髪長い子がボブすると無条件大好きなんだな、くだりがしたかったそうだよね、二十歳になったらももかさんになります。ももかさんですなんか自分がさ二十歳ってさ、なんかすごい変な感じ。じゃあそろそろ読みましょうかね。届けましょうかね。ももちゃんメールいっぱい投稿してください。待って、ももせんが待って、ももせんが待ってるの。よみやん、10歳のテリーピーさんありがとう、ジュニーのヒロピーさんありがとう、父のまえちゃんありがとう、10位のひなっぴさんありがとう、9位のエビサマさんありがとう、8位のヨシコッコくんありがとう、7位のドラガンさんありがとう、かわいいももちゃんのお話すごく楽しかったよ、大好き、ありがとう、6位のコウジさんありがとう、今日はありがとう、楽しかったよ、明日もよろしくね、明日もよろしくね、ありがとう、5位のたかきさんありがとう、お話会のツーショット会ありがとう、この後ケーキ食べる、あ、言ってたやつかいっぱい食べな、ありがとう、ふくちゃんありがとう、今日は楽しかった、明日もよろしくね、よろしくね、めっちゃ話して楽しかったよ、ありがとう、3位のふみさんありがとう、ももちゃん大好きふふありがとう、もも2位のピオーネ 4WD さんありがとう、1位のとしさんありがとう、ずっともかのそばがいい、今日の髪型可愛すぎて大好きすぎて、お嬉しい、今日は好評な髪型やったね、ありがとう、読めてない人はいないかな。10位のゆうさんありがとう、10歳のひろぴーさんありがとう、2回言ってたらごめんね、
ありがとうございました。早起き頑張るよ。明日夜中まで仕事だから頑張れ頑張れ。明日会いましょう。夢でも会いましょう。ももちゃん今日の髪型も洋服も買いすぎだ。やったー、頑張ってよかった、ありがとう。配信ありがとう。これから間違える、気をつけて。来てくれた方も気をつけて。明日来てくれる方も待ってます。2日来れなかったらまた別の日に会いましょう。来れる日に。大人もも頑張るわ。でも大人じゃないかもしれんけど頑張るわ。寝坊しない、寝坊しないように。ではありがとうございました。またね、バイバーイ。またね、また明日、おやすみ。